はい、こんにちは、カブパパです。今ね、ここにいます。白駒の池の入り口、10時頃ね、駐車場に着いたんですけど、もう満杯ギリギリでしたね。はい、今日はね、ここでキャンプをして、明日北八つの方に登っていきたいと思います。久しぶりね、2年ぶりぐらいだね。おお、紅葉は終わってるんだ。素晴らしい。これがね、なんだっけ、青コケソウって書いて、なんだっけ、青天草、青体草だ。おお、雰囲気あるね。こんにちは。11番だって、あ、こうなってんのね。はい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 。ここね、あの転売初めてなんですけど、板っぱちになってんね。よし、お疲れっす。お疲れっす。プハー。今から白駒でくるっと半周して高見市の方行きたいと思います。行こうか、いや、さっきのビールがね、急に効いてきたね。お、あずま屋があるよ。こっちだね。うん。お姉さん方がね、なんか東屋で盛り上がってましたけど、いいね、ここはそういう風な
ね、くつろげる空間が広がってる森なんで、ゆっくりしてんのもいいかもしれないですね。もののけの森、なんか確かに、あのなんだっけ、あれ小玉っつったっけ、あのケタ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 ってやつ、小玉出るよな、ここな。よくわかんないんだけどさ、あんじゃん、鹿と人間の化け物、なんだっけ、なんかあれよ、ここはね、稲子湯乳と、あと池ですね、周遊の分岐です。乳はね、実は2年前の11月ですかね、川ママと来てるんで、まあ、今回はパス。白駒とね、高見市の分岐です。懐かしいね。ちょっと白駒まで行ってみましょうか。はい、さっきね、白駒荘でちょっと休憩しました。はい、じゃあね、高見石小屋に行きましょう。おぉ。いいね、これ、もうほんとね、八ヶ岳って感じだよね。しかも北八つって感じ。うわぁ、このね、日がね、バーンと当たるとこと、この木漏れ日のとこがね、こうカメラでどう映ってんだかわかんないですけど、こう肉眼だとね、ものすごく幻想的な感じがする。素晴らしいね、ここ。ふい、高見の森だって。代表する苔、古生高杉苔ね。え、あと何歳かしたら今度は苔にはまっかもしれないね。苔の本買ったり、苔の本買ったりさ、うちの庭に苔生やすんで、まあ、あの雑種の苔が生えてっけどね。高見石小屋です。いや、腹減ってんでバテちゃったよ。ほら晴れたよ。まあ、たまたまをね、俺の力だって言ってるようなもんなんですけど、うん、腹減った、まず食おう。ご飯を食べる。ハンバーグね。おー。
そうだね。すごい。ほらトマトが入ってるこれ。分かんない。ルーベットのニュースあるじゃん。CBC なのか、あのさ、本田さんがやってるのがさ、キャッチでしょ。さあもう一つ、ボードさ、こういうのも好きじゃない。喋れない。まだ好きなの私見てどこだ。これをね食い来たんだよ。小屋のね裏手が高見石になってます。ここ登っていくんですね。さて。おお。はいはい、すいません。はい、どうも。まだまだ。あれが丸山だね。おお、株ママはもうあんなとこに。おう、白駒だね。あっちは立石の雲の中ですね。はい、今ここなんで高見石登ってこっちですね。はい、このねなだらかコースは2年前あの天狗の方からニューを通ってね縦走してきた時に、帰りね降りた時のコースですね。戻ってきました。いや、高見石のねカレー美味しかった。ちょっとね休憩でーす。あとテントの中もねちょっと片付けないとね。ちょっとね外の、まあ、ベンチのとこ自炊で使えないようなんでテントの中でやってみようと思います。でね今日は何作るの？パエリアです。今日チャーハンじゃなくてパエリア？洋風チャーハン。洋風チャーハン？パエリア。パエリアでね、あのパエリアの鍋をカブママが持ってこようとしたらなんか忘れちゃったらしいんですよ。
これ変わったパエリアラーメンでしょ。これフライパンって言うんだけどこれ途中のね、柵だね、柵のホームセンで急遽買ってきたやつ、で今日はこれでパエリア作りますんで、でも使えると思うんだよね全然。ニンニクすんげくせで、すごいね、テントの中でねニンニク炒めちゃうんだからねそれはシーフードミックス、シーフードミックス、パエリア鍋がないってこともあるんですけど、とりあえずね、パエリアのレシピも、いくつかあるそうで、今回は日本人が美味しく食べれるパエリアを作ってるそうです。ちょっと違うね。はい、パエリアね最終段階なんですけど、その前にちょっとねこれ飲んじゃおうということではい、はい、ありがとう。はい、パエリアとワイン先にやっちゃいましょう。いただきます。はい、いただきます。ちょっと味見ね、味見が美味しいんで、オッケー。あ、オッケーオッケー。いやー、テントの中でねバーナーやってるでしょ、めっちゃくちゃ暑いサウナ状態。うわ、いい匂いだね。鳥か、牡蠣じゃねえや、鳥だ。スプーンとフォークのこれなんつうのか忘れちゃったけど、ライトマイファイヤーの、ものすごく売れてるやつなんですよ。ただいまいちね、なんだかフォークはフォーク、スプーンはスプーン単体で使った方がもちろん使いやすいんで使わなかったんだけど、今日たまたまこれね、カブママの分と僕の分合わせて持ってきたんですよ。これね、パエリア食べるにはすごくいい。はい、おはようございます。今日キャンプ2日目は茶臼山に登る予定でしたが、昨日ぶつけた膝が曲がらないので、朝日を拝んで撤収しました。これで白駒池キャンプ終了となります。ご視聴誠にありがとうございました。カババでした。